こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です大ヒット間違いなしの副業マニュアルということでね、えーまあ、そういう観点で考えるともう誰でもできる1日3秒ワンクリックするだけ秒速で稼ぐ魔法のツールが勝手に稼ぐ、ねまあ、そんな歌い文句で、えー、作るマニュアルになるんでしょうけど、まあ、そんなもんあるわけないですよね まあそんなアホみたいな宣伝に騙されるのはもうやめませんかと。ねえーまあ、誰でもできるっての、ね、は逆に言うとね、誰もできないくらい頑張れば誰にもできるというね、よくわかんない、えー、その理屈だったりね。あるいは、1日3秒ワンクリックするだけ秒速で稼ぐと。まあ、そんな都合のいい話あるわけないでしょうと。ねえー、募集終わって入ったら、まあ、手のひら返したように言われちゃったりとかね。魔、まあ、法のツールは勝手に稼ぐと。ね まあその公開してね、えー、ど,うどうですか限定何人だったにしろ何にしろね遮断、まあ、してるのは全く役に立たない悪夢のようなツールです、ねまあ、なぜ高頭無形なインチキ教材やインチキ塾が多いのか、ね、教材を買った人や塾に入った人が稼げるかどうかよりも教材や塾を紹介した人や募集の仕組みを考えた人が稼ぐことを最優先してるから 稼げる情報のね、販売者は、大、まあ、々的に宣伝して、いつの間にか消えていくのがデフォルトです。何しろね、入った人が稼げるかどうかって全く考慮してないですからね、入った人がそれは稼げなきゃね、下げた金返せとかね、全く稼げないとか、まあ、そういうね、えーまあ、伝言版なりね、2チャンネルなりわかりませんけど、あれやこれは炎上して、まあえー、何度も続けてはその募集できないというのでね、消え去っていくのがデフォルトです。 まあそんな中、私は副業のサポートを始めて10年になります。私は私のサポートを受けた人を稼げるようにすることを最優先でサポートの仕組みや募集を考えているから、ね、10年間続けてますで。そんなことなんでね、amazon オーストラリア出で起こる、えー、3つのハードルをクリアするためのマニュアル、ねどんな需要がありますかということでメールマガジン、あるいは動画で、ね、声をかけたらね、えーまあ 要望が何件かありまして、まあ、その中にね、えー、ツール、ね、その商品見つけるようなツールが欲しいですというお話がありました。いや、開発してますよと。すごいツールがありますよと。言えばね、マニュアルや塾の応募には有利でしょう。まあ実際ね、えー、転売系の塾、あるいはマニュアル、えー、販売には、ね、このツールはつきものです。なぜかというと、ツールをつけるとすごい売れるからね。ね、えー ツールを使って仕入れた商品は売れないですよ。えー、ツールとか塾が売れるからね、つ、えー、けるのが常識ですけど、まあ、はっきり言ってね、えー、害はあっても役には立たないです。まあ、ツールを使ってアマゾン転売に取り組むことは、売り上げは上がるけど利益は出ないことを意味します。これはあの、アマゾンっていうのはね、出品にお金かかりませんからね。 ツールを使ってたくさんモザイクを出品してね、売りましょうなんてやったらね、えー、みんながじゃないですよ。数人ツールを使って出品するだけでライバルの叩き合いになりますからね。まあ、どう考えてもツールを使って出品して儲かるわけがないと。ねえー、役に立たないですあの。今までね、役に立ったツールとか聞いたことないですで。転売に限らず、ツールを提供した場合に儲かるのは、ツールの利用者よりもツールの提供者です。 ね、より持ってかのツール利用者は全然儲かんないです、ね。提供者が儲かるだけ。魔法のメガネとか、魔法の鍵とかね、魔法のビームとか、まあ、あれはこれやありますが、ツールを使って儲かったという話を聞いたことがないです。私はサポートを受けた人を稼げるようにすることを最優先でサポートの仕組みや募集を考えているから、ツールの提供はしません。それともう一つ。 日本アマゾンとの違いに関する質問がありました。これ確かに日本やアメリカのアマゾンあるいは eBay を使ったことある人は違いが気になるところですね。そのわけでアマゾンオーストラリアと次の3つの販売場所の違いの解説と注意点もマニュアルに盛り込むことにします。日本アマゾンとオーストラリアアマゾンの違い、アメリカアマゾンとオーストラリアアマゾンの違い、eBay.com とオーストラリアアマゾンの違い、まあ、それらの違いを盛り込むことにします。 私のサポートを受けた人を稼げるようにすることを最優先でサポートの仕組みや募集を考えているから、サポートが追いつかなくなるような大ヒットは目指しません。大ヒット間違いなしのマニュアルというのは作らないと。まあ、そもそもね、えー、募集も渋い、渋い感じの募集ページでね、えーまあ、限定3人みたいな形でやってるわけですから、まあ、マニュアルもね、これ1000個打ってね、 えー、すごい売上げ上げようとか、そういうのは全然考えてないです。まあ、せいぜいね、えー、多くても100人程度に、えー、マニュアル使ってもらって、いろんな事例が、ねえー、上がってくるようになれば、会員さんとかマニュアル買った人同士でね、えー、正しいノウハウが共有できていいかなというのが目標なんで、まあ、大ヒットは目指さないのでね、えーまあ、そもそも大ヒットに必要なツールはつけません。ね、あの塾とかね マニュアルを売るのにツール役に立つんでそれね、全然使えないですあのツールね、えー、商品探しにいいんじゃないかなと思って使いたくなる気持ちはわかりますけど、まあ、実際使うと、ね、どうなるか、まあ、全く儲からないし、ねえー、まれ、あ、に売上が上がることはありますけど利益は追いつかないというのが実態なんでね、えー、全くツールの、えー、使用はおすすめしてませんし、えー、ツールはつきません。 そんなわけで、ツールについては、えー、つけない、つかない、作らない。しかし、日本ア,メアマゾンとの違いは、まあ、それはね、えー、比較すると、どういう注意点があるとかね、えー、いうのを、すでに日本アマゾン実践している人には分かりやすいんで、その分は盛り込もうという形でね、えー、マニュアル要望もありましたし、マニュアルの作成の方を、えー、進めていこうと思います。まあ、そんな形で、えー、何それ、マニュアルって何と。 思ってね、まだ、えー、全然この動画を初めて見てマニュアル募集運動がわからない方は、このメールアドレスとお名前を、えー、入力して登録ボタンを押してね、えー、無料のまずメールセミナーを受けて、オーストラリアアマゾン、そのマニュアルの募集状況とかね、あるいはダイジェスト版の、えー、配信なんかをしていく予定ですんで、チェックしてみてください。以上、天ーアカデミー、堀秀夫でした。